して、わしは必ず内閣総理大臣になる。それも決定事項じゃ。つまり、明日から貴様はわしの部下じゃ。は？前回のあらすじ、10年近く昔、当時ドブラック&ブラッカーズの専務であった鬼木、そして執行役員まで上り詰めた藤勝男。しかしある日突然鬼木から信じられない指示が飛ぶ。それは即日退職せよというものだった。勝男は一切躊躇せず当日退職、そして鬼木も退職した。その直後にブラック通信企画を立ち上げる。藤勝男の強烈な営業力とビジネス展開力で業績はうなぎ登りに急成長を遂げるのだが、そんな鬼木の指示で謎のセミナーに参加する。そこで出会ったのが人を出会った。聞こえなかったのか。明日わしの部下じゃ。なぜだ。私があなたたちの会社に入る理由など一つもない。理由？わしが入れると決めたっちゃ。他に理由がのか。全く理由になっていないが、なんだこの説得力とプレッシャーは。社長、申し訳ありません。この男はそこまで信用できる男には思えませんか。おいおい、心外だね。初めて会う人間の目の前でそんなことを言うのか。俺は数々の人間とコンタクトしているがな、貴様のような悪に染まったような男は初めて見るんだよ。あんたがそれを言うのか。あなた方がやっていることだって悪に染まっていることじゃないか。ガツオ、申し訳ありません。貴様がわしに意見するとは珍しい。それほどまでに貴様のこの男に何か感じるのか。不吉なものですがね。長い期間危ない橋を営業の世界で渡っているとは、時として命の危険を感じるようなことが瞬間的に感じる時があるんです。それを今感じているということです。貴様の感覚がそうだ。なおのこと面白いね。人を何だと思っている。伊藤よ。何だ。勘違いするなよ。貴様の人生など知ったことではない。貴様の思考や目的などどうでもよい。わしが次のステップに上がるのに、感覚的に貴様のような気の狂った人間が必要なだけであり、お前のためでもない。わしのために命を使い果たし死ねばいい。なんだそれ。スカウトする人間の発言じゃない。しかしこれまで数多くの修羅場をくぐってきた私ですが、汗が止まらん。このカツオという男も凄まじいプレッシャーを感じる。絶対を誓う社長が私に目をかけていることに対する嫉妬やそういった小さなものではない。社長が取る行動全てに対し全力を尽くすプレッシャーだ。おそらくこの社長である鬼木が目指す道を本気で自分の人生と言い続けており、その道が外れないか本気で危惧している。これほどの能力がありながら自身を捨てるこの男。この男もまた人外の世界で生きる男。まずもってだが、私がまずテーブルに上がってはいないんだ。分かっているのか。あなた方は私をスカウトしようとしているのだろうが、私がまず交渉する気もない。つまりスタートライン、テーブルにすら上がっていないということなんだ。それが何か問題なのか。あ、私の話を聞いていないのか。聞いていたさ。で、それの何が問題なのか。どうやら今貴様はわしの前におる。その時点で貴様は上がっておるのじゃ。貴様が言うテーブルとやらにな。貴様の意思は関係ない。わしが貴様を引き入れると言っている。つまり上で決定している。面白い。面白すぎる。すごいな、あんたたち。どんな状況でも絶対に自分が中心だと思っているようだな。自分が中心？なんだそれは。わし以外はわしじゃない。わし以外のことなどどうでもよいだろう。カツオよ、行くぞ。はっ、承知いたしました。なんだったんだ。恥ずかしい。すごいプレッシャーだった。私がここまで疲れると。今日は軽く飲んで帰るとするか。ここは雰囲気は良さそうですが。わしも知らん。適当に入っただけじゃ。だが、やつはこの店に来る。必ず来る。社長がそうおっしゃるんであれば、そうなんでしょう。
この人は化け物だ。やると言ったことができなかったことはこれまで一度もない。単純な行動力も凄まじいが、何より圧倒的な自信から手繰り寄せるのか、その強運、いや運命すら手繰り寄せると言ってもいいかもしれん。引く力が異常だ。わし以外の人間は全員わしのためにいるのじゃからな。今日は疲れた。たまには私も知らない初めて行く店に行ってみるのもまた一興か。なんだと。なんだ。なんで奴らがいる。お客様、お一人ですか。面白い。え、待ち合わせなんだ。行かれた連中が二人先で入っていたわろう。私に構わなくていい。あ、はい。申し訳ない。失礼するよ。他に席が空いていなくてね。笑わせる。ガラキだろこの店。好きなものを飲め。そうだな。その前に聞きたい。よく私がここに来ると思った。ダメ。運命を信じるか。いきなりスピリチュアルな話。私は信じない。実力と金、それ以外は信用しない主義でしてね。カツオも同じじゃ。わしも運命などは信じん。無論ここに我々が揃ったことも運命ではない。ではなぜわざわざ聞かれたのでしょうか。先に言っておく。お前の人生すでに終わってるぜ。そう、俺と同じでな。必要なものは覚悟だ。意味がわからないな。わしは内閣総理大臣になると決めた。わしが決めた以上ならない理由がない。あ、総理大臣。何を。また随分と子供みたいなことを。ちなみにいつお決めになられたんですか。貴様に退職しろと言った日で、あの日に突然なりたくなった。なので貴様を退職させて新しい会社を立ち上げた。驚いたな。そんな最近のことなのか。だが新しい会社を作るよりドブラック&ブラッカーズにいた方が可能性は高いのではないのか。ドブラック&ブラッカーズは純粋につまらん。コンプライアンスを気にし始め、以前のような体制が取れなくなった。なるほど、そういうことでしたか。ドブラック&ブラッカーズの最大の長所は犯罪まがいの圧倒的な営業力。あの会社は営業力以外に製品も商材もサービスも存在しない。売ってほしいと言われたものをただただ徹底的に、そして圧倒的に売る。さようじゃ。新たな製品を開発した、新しい市場に飛び込みたいといった大手企業がこぞって悪質な犯罪まがいの営業をしていると知っていながらブラッカーズに頼ってきた。そのパイプこそ最強の武器じゃった。財界につながるレベルでの話だ。社長が思いついた道を最短でいく。なるほど、それが退職だったというわけですか。その通りじゃ。本来の強さを失い、パイプを失うゴブラック&ブラッカーズにいるより、わしが立ち上げた会社でその全てを手に入れ、最短で勝負するとね。あんたら本気なのか。というかカツオ、あんたは今知ったんだろ。よくついていけるな。しかも総理大臣だぞ。決まっているからだ。今日ここに貴様が来て私と対峙している。それもお互い言ったことのないメッセージや。一見すると運命のように感じるやもしれぬ。わしがやりたいと思うことは今まで必ず成し遂げてきた。なぜか。それはわしが思ったからじゃ。それ以外にない。社長の最も凄まじいところは、本当に限界や不可能は存在しないと思い切っているところだ。それほどまでに自分に自信がある。わしが内閣総理大臣になるのは確定じゃ。そして今の会社に直感的に必要と思った人材、それが貴様じゃ。これだけわしが思っておいて、この条件、そしてこの店で酒を交わしている貴様が来ないわけなかろう。貴様は信用できねえ人間だと思っていた。事実、信用のおける人間じゃねえんだろうな。だが
お前も今社長のそれに当てられてるだろう。なら俺はてめえを迎え入れてやる。おいおい、何を勝手に私が入る前提でコメントしているんだ、カツオとやら。だがまあ私はこのまま情弱を相手に大金を稼ぎ、他を圧倒する自由を手に入れて、そのまま生きていくつもりだった。だが社長、お社長、その圧倒的なまでの強運、言い換えれば他者の人生や幸せを吸い取ることで実現する、その運命力と実現力、その下で私の力を発揮した方がはるかに私自身面白い人生を送れそうだ。しかしだ、今のブラック通信企画は問題だらけです。これは一瞬で会社が潰されるようなものも含めている。明日からだ、明日から私が徹底的に究極のブラック企業へと進化させてみせる。社長、立つぞ、明日から世話になります。はは、懐かしいな。当時、正直カツオ、お前にいつ殺されるか内心ヒヤヒヤだったぞ。バカを言え。人を迎え入れた新生ブラック通信企画、会社が大きくなるとともに様々な問題が浮き彫りになり、会社が窮地に立たせる。だがリミッターを解除した人がその問題を全て片付けていく。その話はまた別の機会に。